テイクアウト注文をお願いしたいんですけど、はいよ。みなさんこんにちは、ねねです。今日はサイゼリヤ注文をします。イエーイ。で、ねねがちなみに今日は電話をしてみたいと思います。緊張してるなんて言えばいいの。練習しようよ。で、これがサイゼリヤのテイクアウトメニューだって。この中から家族4人分、5は食べれないから、パパ、ママ、ネネ、キキの分注文してほしいんだよね。お二人のメニューがこんな感じです。あ、ネネ、番号でもいいんだってよ21番。81番2個だよね。うん、2個。パパグラタンでいいかな。俺はジャイアンガキ大将子供大将ですよ。ちょっとママこれ気になってたんだよね。アロスティ、これなんていうの、アロスティッチ。え、アロ、あ、待って、何だか読んであげる、うん、アロスティッチに、アロスティッチに、アロスティッチに、そうそうそう、アロスティ、あ、アロ全然言えない。アロスティチーニ、アロスティチーニちょっとそれを頼んでみる。24番一つ。緊張する。じゃあママの iPhone で電話してもらうから、うん、ちょっとこれ持って練習してみよう。じゃあママが店員さんの声して。あ、いいよいいよ。はい、サイゼリヤです。あの、テイクアウトの注文をお願いします。かしこまりました。それではご注文をどうぞ。81番を2つと、81番を2つ、21番を2つ、101番を2つ、42番2つ、24番2つ、11、半？これ、11。あ、ごめん、半って書いてた。ね、しかもさ、うん、わかんない？つに見えない、つに見えない。いい、じゃあわかるじゃん。これでいいですか？うん。読める？11番からかな。11番1つと、61番を1つ、うん、94番を2つお願いいたします。かしこまりました。それでは5時にお待ちしております。ありがとうございました。本当に緊張する。店員さん優しい。え、めっちゃ優しいよ。え、子供って分かってくれてるよね。いや、分かるんじゃないかな。別に子供が電話しても大丈夫で、ちゃんとねねみたいにはっきり言えてれば。じゃあやりた。かけてみる。あの、テイクアウト注文をお願いしたいんですけど、81番を2つと、ちょっと待っている。81番を2つと、82番を1つ、21番を2つで、はい、いいえ、まだです。101番を1つと一つ。
42番を2つで、はい、24番を1つ、はい、11番を1つで、はい、61番を1つで、はい、そうです。いえ、まだあと1つです。94番を2つで、はい、以上です。はい、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 うん、はい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 、持ち帰り5時で、はい、はい、はいよ。ねえ、ここどうしたの？手を合わせて、いただきます。チキンうまそう。めっちゃいい音してる。買った。ほうれん草食べる？あ、一回食べる。食べてみる？チキン食べない。これチャレンジしてみる。ラム肉だ。羊。え、イノシシじゃないの？羊。あー、ラムの、あの独特な匂いがあるわ、すごい。羊の、この匂い、これラム。匂い嗅いでみる。いい匂い。いい匂いする。食べてみる？いらない？ねえ、いい匂いだった。ちょっと癖があるよね。でもこのスパイスつけるとうまいわ。あのドリトスみたいな匂い。いや、大丈夫。いらない？喉乾かない？あけな、あけな。美味しいな。歌舞伎みたいな顔してんな。うわ、くさっ。マジでくっす。このスパイス。あと今日はチョコケーキもね、あるよ。食べれるかわからんけど。食べれるよ。食べれる。本当に薄味のパスタはうまいわ。ちょうどいいよね。うん、ね、うん、おいしいな。おいしいな。うめえな。それはいらない。いらねえな。どう、エビグラタン？え、別に初めて食べてるわけじゃないから。どうしたの？
ゃん、まるちゃん。ジョーダンだよ。なんでこれって辛味チキンなんだろうね。全然辛くない。ね。知らない。日本式でも。ねね、注文するときめっちゃ緊張した。でも緊張してたわ、めっちゃしっかり言ってたよ。そんなにしっかり言ってたよ。チキン固まんない。頑張って、電話する、うん。はい、もしもし、サイゼリアです。いらないです。すごいね、もうないじゃん。お客様、ケーキは後にしよう、あじゃん。いや、先食べる。あの人のママに会うために。あの人のママに会うために。じゃーん、チョコレートケーキでーす。はい、どうぞ。ありがとう。綺麗に取れるかな。もういいね。キキサイゼご飯美味しかった？はい、やった。何が美味しかった？唐揚げ。おかっちゃん辛味チキンです。あとはグラタンです。バイバーイ。